BB ガルダンは日本の競争馬。主な勝ち倉は2009年半球杯、キーンランドカップ。場名のガルダンは、バンド牧場と信仰がある長教師の藤沢和夫が、旧社を開業した当初、旧社の中心として支えた、競争馬ガルダンに由来する。2009年半球杯2011年スプリンターズ S2006 年7月、函館競馬場でデビュー。 その初戦で早くも勝ち名乗りを上げるも、札幌2歳ステークスでは、距離の壁に泣き12着敗戦。この後急車にて調整されていたが10月に骨折を発症。症状は警備ながら3歳夏まで休養に充てられる。体質が弱く復帰後してからも骨膜炎のため、成績を残せずにいたが、4歳春頃より、症状も、良化。 回復後はそれまで条件クラスでもたついていた鬱憤を晴らすかのように3連勝。重賞初挑戦のキーインランドカップでは2着、さらにスプリンターズステークス3着と結果を残し、夏の上がり馬として短距離路線の一員に名を連ねた。年明け初戦の阪急杯では前走計半杯の敗戦に加え1400メートルでの実績の無差を、 メディアで懸念され7番人気と評価を落とすも、連覇を目論み直線先に抜け出したローレルゲレーロを、捉え優勝、待望の重賞タイトルを主中にする。主戦、安藤勝美のドバイ騎乗により、竹幸志郎に乗り換えとなった高松宮記念では4番人気に押されたが、初の左回りに終縮苦戦、四角では外に膨らむ。 遠左手前で走ることができないまま16着と大敗を喫した。その後、4月18日のマイラーズカップでは、直線で一旦先頭に立つも失速し8着に、敗れた。7月5日の函館スプリントステークスに、出走予定だったが、馬房内のアクシデントにより回避した。その後の2009年8月30日、4ヶ月、休養して、 札幌競馬場の金ランドカップに出走し、これまでの不振が嘘のような鮮やかなレース運びで一着入選し、重賞2勝目を飾った。そして10月4日のスプリンターズステークスに出走。レースでは、後位追走から直線で外から追い込み、逃げ込みを図ろうとするローレル・ゲレーロと共に2頭が並んでゴール板を駆け抜けた。 レース終了から10分近い写真判定の結果、花佐の2着に敗れた。11月3日、初のダートレースとなった JBC スプリントは、4コーナーで折り合いをかき6着に敗れた。2010年の初戦は連覇のかかった、半球杯から始動。2番手でレースを進めたが直線で失速し7着に、敗れた。月日の高松の宮記念は、 最後の直線で追い込みを見せたが、近車差の奇跡に花差及ばず2着に敗れた。3ヶ月の休養を挟んで、7月4日の函館スプリントステークスに一番人気で出走。中段から足を伸ばしてくるもワンカラットの2場審査の2着に敗れた。連覇をかけて挑んだ8月29日のキーンランドカップでも一番人気に押されたが、 スタートで後手を踏んだのが響いて4着に敗れた。本番のスプリンターズステークスでは、中段追走も直線では全く伸びず10着と大敗した。12月18日の阪神カップでも11着と大敗した。2011年の初戦は、前年同様半球敗、中段追走も伸びをかき8着に敗れた。高松の宮記念は、 中段から足を伸ばしたが金車差の奇跡の4着。安田記念では中段からレースを進めたが直線では全く伸びず15着と大敗。キーンランドカップでは後位から渋太く足を伸ばしカレンちゃんの首差の2着となった。その後10月2日のスプリンターズステークスに出走予定だったがレース直前に パナシウマシ、馬体検査の結果疲労が著しいと判断され、競争除外となった。この後12月17日の阪神カップに出走を予定していたが、12月14日の追い切り後、右第一子接種し骨骨折りが判明し、引退、12月23日付で競争馬登録を抹消された。引退後は、アロースタッドで種ボバとなった。2019年に、 バンド牧場へ移動し、この年限りで、教養停止。引退名馬つなぎ養天寺事業の女性対象馬となり、千葉県の東、関東馬事高等学院で、功労馬として過ごした後、現在は、北海道のベルサイユファームで余生を過ごしている。母はニュージーランドからの輸入馬。ありがとうございます。